Namam 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 ナンマンダーブ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 ナンマンダーナン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 今日もお慈悲の一日であります 皆さんおはようございます。おはようございます。何万なの、まま、えー、協業証文類をいただいて3日目であります。今日はその内容に入っていきたいと思います。えー、教協業証文類の初めに表列といって、えー、その内容の一覧表を表されたものがあります。えー <laughs> 注釈版でしたら134ページ134ページに何万だ何万だ 大無量儒教、真実の教、浄土真宗、真実の教を表す1、真実の行を表す2、真実の真を表す3、真実の章を表す4、真仏道を表す5、化心道を表す6という内容が6巻に表され、このお祈りが大無量儒教によって 明かされたお祈りであるということをまず教文類の始めに掲げられますこれが教文類の標古であると同時に全体の内容の目次となっております「教語教文類」という書物は「教語神心神仏土化信土という六冠に表されております この六巻の内容が前五巻の真実と第六巻の方便とに分かれるわけであります。最後の「化身度」は神仏度に対して消信度を表されたという一面と最初の前五巻に対して方便の教えとは何かという内容を明かす意図があります。 この最初の五感、教行心象、神仏道、その中心が神にあるということが、神文類のはじめに別条を置いて、特にこの神が重要であるということを明かされるものであります。さらに、えー、神文類の最初の標古の五門に、 第十八眼を掲げられてあります。新門類の一番最初の、えー、評価の御文でありますが、えー、ここに、「死神,神・神行の願、ん症状樹」の木を第十八眼を神において表し、この死神・神行の願に対して、へしん門類では、 指神発眼のがと第19眼指神エコーのがと第20眼を表しております注釈版の374ページ注釈版の七十四ページに指神発眼のが指針神エコーのがと第19眼第20眼の芯を挙げて芯を 回避しておられます。ということはこの協業証文類の中心は真にあるんだ前後間が他力の真の内容を表すそしてその他力の真でない真のありようを表しているのがケシ進度問類でありますそれからこの協業証文類の全体は 自力の真とは何か、それに対して自力の真とは何かということを表されるものであります。えー、私たちが、あこうして、えー、お念仏のお祈りをいただいておりますが、その念仏が真実の仏道であるということが、 明らかになるのは真において明らかになるんだ。真において他力の真において念仏の仏道が明らかになる。これは大無量儒教が真実の教えであるということも真において明らかに なることであります何万か何万か教行省文類教行省省神仏道と表されますが実はその神の内容を開いたのが教行省である その協業心証がエコーされる本源を表すのが神仏この協業神は神において同時成立であります。 教えがまことであるということが知られるということがそれが真 <coughs> において成立するあ大無量が私の救いいを表しててくださっていたんだ。さったんその大無量寿経に説かれる本願の念仏大無量寿経に説かれる本願の念仏が私の仏道であったそのように 自らの歩む道が明らかになることが真において明らかになることでありますその真を因として消華が開かれるこのような仏道がエコーされている本源を表したのが真仏道だから真仏道というのはああ私たちが やがて命が終わって参らしていただく阿弥陀様のお浄土であると同時に主行主入の土であると同時に御座設計の本源である。 様が一切の子女を救い取ると表されたその根源が神仏道、お悟りの世界であるこのような生物一如のお悟りの世界を表しているのが神仏道であります。 これが第十八眼に表されている具眼のお救いであるということを明らかにされたのが前後巻の内容でありました。 化身の問類はこの神仏度に対してかの違いによって因の違いを表したものでありますかの違いによって因の違いを表す、えー、それはあこの小仏一女の神仏度に対して化身度は 自らの禅言を手柄として、その禅言によって往生しようと思うから、自分の禅言が表す世界しか受け取ることができない。ちょうど広大な世界の中に、301号室、302号室、 自分の小さな部屋の中に閉じこもって、ここがわしが作った場所だと言うて、喜んでるに過ぎない。その自分の小さな禅言を捨てて、阿弥陀様の広大なお慈悲をいただいてくれという願いを持って表されたのが、この、化身度であります。この方便。 真実に対して方便の教えこの決心度に表されるのが邪気の教え。 これが下経であります。そして方便の教え。これに小道門。さらに第十九巻。 第20陽門と神門。 その下京と言われる邪気の教えというのは正しい因果の道理を信じないいわゆる占いや お守りに寄ったり、あるいは亡命心にとらわれたりする姿であります。いつ頃から流行り出したか、違法巻きって言って。<laughs> 巻き寿司を食べたぐらいで幸せになるんだったら、毎日食べないです。 しかも一人一本食べるとかって、むちゃくちゃな話です <laughs> なお。分け合って、おいしいからあんたも食べてごらんよって言って分け合って食べる方がよっぽど幸せなのに。一人で一本この方角に向かって食べろなんて、それで幸せになるはずがないんだから。過去、久遠号来。 迷うてきたものがたかだか巻きずし食べたぐらいで幸せになるはずがないんお守りもお札もそうですし占いもそうですテレビで毎朝やっとる今日のあなたの運勢はさそり座じゃ天秤座じゃ乙女座じゃ言っておりますが私のお師匠様の稲城千円和嬢はあんた何座かってわしは人間座だ 私たちが真実の教えに合うっていうのは何かっていうと真実の教えに合うということは我が姿を知らされるということです私の本当の姿を知らされていく以外に歩む道はない歩む道が開かれるということは自らの命に向き合って 自らの命を頂い,いて歩んでいく尊い道があるんだ。それを表されたのが衝動門の教えであります。衝動門の教えというのは、これはいわゆる善因落下、悪因苦下という自らの作った善言によって、 全悪応報の因果を表していくのが聖道門の教えであります。この因果の道理と言っても例えば物理の法則として 万有引力の法則、えー、リンゴが木から落ちるのは地球の引力が働いてるからだでそのようにすべ、えー、てのものに変わりなく働いている法則があるというのが物理の法則でありますが今は私たちの命に働いている 善悪王法の因果があるんだということを表されたのが仏教でありました。全員落下悪因区間。えー、いいことをしたら楽しいよ。悪いことをしたら苦しいよ。皆さん今朝起きてどなたかとご挨拶されましたかね。おはよう、おはようって言って帰ってきたらちょっと楽しいですね。おはようって言ったのに。 返事もしてもらえんかったって言ったら寂しいです。おはよう、おはよう、何言ってるかそれは相手に言葉のプレゼントをしてる。おはようって言った時ににっこりしたら笑顔のプレゼントもしてる。おはよう、おはようって言うと帰ってくるとなんかほっとします。逆におはようって言っても 返事もしてもらえんかった。というと、寂しいですね。私たちが、善とは何か、自他共に要約する行為。相手も自分も幸せになる行為を善という。あの、自分だけが幸せになる行為を善というんじゃない。相手も自分も幸せになる行為を善という。 それもこの世だけ幸せになるんじゃない次の世まで幸せになる行為を善という。だからいいことというのは楽しい逆に悪いことというのは苦しみをもたらすんだ悪いことをするというのはあ例えば昔からよく言う言葉が「嘘をついたら閻魔さんが舌を抜くぞ」 と言ってきました言ったこと聞いたことある人おられますかありがとうございますね。誰かに言ったことのある人。一、えー、人二人三四五ありがとうございます。あれなかなか言わなくなりました。嘘をついたら今さんが下抜くぞと言ってね国会でも言わにはいけませんね。えー、ああ、そうか。 嘘をついてうまいことごまかしたように見えるけども、実は自分で自分の舌を抜くような行為をしてたんだ。そうすると、今まで一遍も嘘をついたことのない人って言って、これ手を挙げた途端に嘘になります。そうすると、悪って何かあて、あ、そうか、わしがやってることだったんだ。私がやってることだったんだと知らされる。 この善悪の行為によって苦楽の果が現れる。この今私が受けている苦楽の果は自らが成した行為である。その結果が現れているんだっていうのが善楽悪か悪因苦かの自業自得の道理であります。 これは非常に個人的な問題として表されていたんですが、日本に伝わりますといつの間にか、あなたが苦しいのはご先祖さんが迷うてるからだと先祖供養を進められるようなもとになりました。これは誤った教えであります。それが今の統一教会さんの 教えなどにも取り入れられて、日本で特に、霊感商法というものが流行る原因になった。これは、お坊さんが、やっぱり間違った教えを説いてきたことも大きな原因であります。だから、坊さんは、猛省をしなきゃいけない。なぜこういう間違った教えを伝えてきたかということを、 やはり深く反省しなきゃいけないと思います。全員落か悪因苦かというのは、これは、因には善悪はあるけども、かには善悪はない。全員善か悪因悪かとは言わない。因には善悪はあるけども、かには善悪はない。楽しいこと、苦しいことは善でもなければ悪でもない。 それは、いいことをして楽しかったらまたやろうと思う。これ、いい循環です。だが、自分だけの楽しみに閉じこもってしまうと悪に変わりかねない。苦しいことは辛いから余裕がないのでまたそれによって悪語を犯してしまう。どん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 自分で 自らの命を深みに追いやってしまう悪循環であります。だからこの苦しみは、あ、そうか、大事なことだったんだ。自らの命に向き合うときには善に変わる。だから、因には善悪はあるけども、かには善悪はない。あなたの人生は今日から変わりますよ。 あなたの人生は今日から変わりますよと表したのが仏道でありました。一瞬にして変わることができますよ。じゃあどうしたら変わるんですか。簡単です。悪いことをやめていいことをすればいい。ものすごく簡単でしょ。悪いことをやめていいことをすればいい。できる人。<laughs> これが難しいです 悪いことをやめていいことをするっていうのが難しいんです。しかも、この世で決着がつかんじゃないか。この世で決着がつかんから、衝動門というのは、この世で決着をつけよう。この世で蹴りをつけよう。指導日照。この世で悟りを開く。というのが、衝動門のご修行でありますが、この世で決着がつかんものは、 どうしたらいいんですかそれは、阿弥陀様のお浄土は環境がいいから、あそこへ生まれていったら、テレビもない、週刊誌もない、えー、いろいろ心を煩わすものがない。だから、どんどん修行が進んでいくよ、ということで、浄土に生まれていく、ということを進める。死度日常の訪問。 この世で悟りを開く教えから火の特徴阿弥陀様のお浄土に生まれてお悟りの身となるんだ小道門の自力修行修行諸行いろんな行を行ってこの世で悟りを開く教えから自力諸行のまま往生に 導いていてくんだ自力諸行往生に導いていくのが第十九巻の羊門の教えでありますあそうか。 阿弥陀様のお浄土に生まれていくんだったんだというその同じ自力諸行をこの世で悟りを開くんではなくて阿弥陀様のお浄土に導く働きを表されたのが願いで言えば第十九眼教えで言えば勘行であります。でその 自力諸行からなかなかいろんな修行するのは難しい。その諸行の中で最も優れているのが念仏である。名も阿弥陀仏は阿弥陀様の名号が万全万得を表してくださっている。阿弥陀様の名号には阿弥陀様のお得のすべてが 皆ここに込められているから、その名号に満徳が現れているから、諸行をしなくてもいい。念仏一つで往生するんだと、念仏往生に導くのが第二十願の働きでありました。その念仏は、そうか、私が、 唱えてどうこうしようというんではなかった。阿弥陀様が名も阿弥陀仏と私に呼びかけてくださっている大悲召喚の働きであったんだと、他力の念仏。他力念仏による成仏を表されるのが、愚願。 のお祈りであります。この自力から他力に転換する働きも皆阿弥陀様の第十八眼の働きがここに流れ来たったんだということを表されたのが協業証文類というお書物であります。協業証文類というお書物は真において明らかになる仏道がある。 真において明らかになる仏道それは第十八眼具眼に対して第十九眼陽門第二十眼神門の教えも開いてこの阿弥陀様の本意ではない十九眼二十眼の悲願も表して 第十八眼に導き入れようとする阿弥陀様の大事大非の大きな願いの世界があることを表されたのが「教行正文類」という書物でありましたこの中に実は「下京尺」まで入ってくるんだっていうんですね下京というのは これは小道門あ、小道門、ごめんなさい「商業門」じゃない「小道門」一つは小道門のありさまが善員落下悪因苦下の正しい因果の道理を見失った。 国家安泰を祈願したり、病気併与を祈願したりする。そのような誤った仏道を歩んでいる小道門の下京批判、小道門の下,批判,、えー、門の下義批判であると同時に、 りますそれと同時にこの「下経っていうのは何か例えばどれほど占いによっても本当に安心ができないどれほどお守りを持っても本当の安心にはならない。 それは何を言ってるのか例えば株を儲けた今頃例えば株で100万円儲けたり1,000万儲けたあるいは1億円儲けたっていうような人がおられるかもしれませんがそれは儲ければ儲けるほど満足するかって言ったら満足が。 できない。なんでか。欲が、終わりがないからです底なしの欲があるから。100万儲けたって、じゃあ次は200万。200万儲けたって、次は1000万。1000万儲けたって言ったら1億。って言うて、欲に終わりがないから。本当の安心はできない。じゃあその本当の安心ができないっていうことが、 私たちが抱えている煩悩の深さであります。その煩悩が、これは本当の世界ではないから、真実の世界に目を開けと、私に、正しい因果の通りに導いてくださる働きを表しているんだ。だから、この邪気の教えというのは、 単につまらんというんじゃなくて、正しい教えではないということを、そこにおのずから示してくれてるんだで。この正しい教えって何かっていうと、それは善悪応報の因が、自らなした行為の結果を自ら得ていくんだ。他の人に押し付けるわけにはいかない。 自,が自ら引き受けて行かねばならんのだ。という善悪応法の因果。これは、小道門だけではなくて、十九眼、二十眼も同じ論理であります。いわゆる、真在福心。といわれる、この真実の真に対して、在福を信ずる心。自ら成した行為の結果によって、 自ら苦しみ悩んでいかねばならんという信頼促進。これを超えた仏道があるんだと表されたのが法然様の念仏の教えでありました。法然様の念仏の教えっていうのは全員落下悪因苦下の仏道を超えて全学平等の救いを表した。 善人も悪人も、名も阿弥陀仏一つで、みんなお浄土に生まれていくんだ。そういう仏道があることを表したのが法然様の念仏でありました。一切分け隔てをしない。善人悪人を分けない。善人は善人ながら往生し、 悪人は悪人ながら、往生すべし、なんまんななまんな。がま全、ま、平等の救いっていうものが、なぜ成立するのかそれが真において成立する仏道である。本願の念仏を信ずる。本願の念仏を信ずる。 ただ、その一点において成立する仏道である。その真というのは、私が信じるという、私に用事がなくなることである。この全員楽学院インの仏道というものは、それは、自らに根拠を置いた仏道であります。自分が行った全学の行為によって、 暗くのを受けるその根拠は自らにあります。だかがこの、教行心、将と表された仏道は、私に根拠があるのではなくて、教は大教行は大行。心は大心。将は大涅槃の仏家。 仏様のお働きが私の上において現れ出ている働き現れ出ているその姿を真実の仏道というんだ大無,大無量寿教におときになられるのが阿弥陀様の大事大悲の願いでありその願いが今私の上に 名も阿弥陀仏と現れ出ている。それが大行であり。その大行が届いている姿を大神という。その大神が陰となり、大涅槃の仏下が開かれる。皆、仏様の願いが私の命に現れ出ている働きを真実の仏道というんだ。これが真において明らかになる仏道である。そのことを

おのんたすけそらえと頼み申しけそろ。頼む一年のとき、王女一条おんたけ二条と存じ。この上の長年は、御恩方者と存じ、喜び申しそろ。この恩ことあり、長文申しわけそろこと。お解散さん人ご出世のを。

どうもありがとうございました。なんまんな